反射材をつけよう編だよ。これから反射材の話を始めるよ。みんな集合。これから反射材の話を始めますので集合お願いします。失礼します。はい、集合ですね。 OK、 パウパウ。船橋警察署交通課集合だぜ。最初は反射材の特徴を教えるね。反射材って光を当てると光って見えるよね。なんで光って見えるんだろう。わからない。それじゃあ説明するね。反射材は再帰反射という性質を持つ素材でできているんだ。再帰反射とは普通の反射と違って光がどんな方向から当たっても光が出てる場所に向かって返ってくる工夫した反射方法なんだよ。へえ、そうなんだ。なら反射材を身につけてれば大丈夫ね。ちょっと待った。いくら反射材が良くても実は弱点もあるんだ。反射材は光が当たらないと暗いままなんだ。右側に反射材をつけて光を当てれば反射するけど、反対側から光が当たった時には光らないで暗くて見えないんだ。よくわかりました。両方につけてパウッと解決。暗い場所だと光ったものはよく目立つよね。反射材も手首や足首などの動く場所につけるとよく目立つよ。光ってますか？反射材をつけようね。次回予告、千葉サイクルール、ながら運転編だよ。千葉県警察のヒーロー紹介。今回は高速道路の安全を守る高速隊だよ。みんなもヒーローになろう。